All right, guys, we're back. We're hitting up a continuing point of book 7. We finished chapter 10, the first part, so we're going to get into that. Just some light chapter work. Depending on how many chapters there are, we'll probably get to, like, at the very least, the next multiple of 5, just because I was planning on, like, a bit of a shorter one for this one, since I want to make something smaller. A little more bite-sized compared to the past few that got a little bigger than I was expecting. So we'll start on chapter 11, which, as you can see here, is called Systematic Inquiry. So let's get it.同じ行動をするだけで違う条件で仮説を検証することになる。だからミッキーとコネクトする特定の条件を探るにはもってこいだと思うんだよ。言われてみればそうだな。現象を確実に再現するには秩序だった切り分けが必要不可欠で、兄さんもよく言ってるし、みんなで交代でオンボロ寮に泊まって徐々に更新の再現性を高めていくんだ。どう？へえ、ちょっと面白そうじゃん。いいな、それ。僕たちで監督生が元の世界に帰るための手がかり。ふっ、調査のふりしてバカンスばっかりしてる学園長よりオルトの方がよっぽど頼りになるんだぞ。I mean they're right. 僕も協力するよ。あ、でもなんて言って寮長に外泊届を出そうかな。そんなん勉強会とでも言っておけばいいって。じゃあ、おい、俺は参加するなんて言ってねえぞ。ジャック君冷たい。監督生が帰れる方法が見つかるかもしれないのに。そういうわけでは。だいたい俺は早朝トレーニングしてるから22時には寝るぜ。ミッキーが現れる時間まで起きてられねえよ。寝てても大丈夫だぞ。こいつが大声で叩き起こすから。なら安心だね。じゃあまず夜更かししやすい週末はジャックさんの担当にしようか。おい、こら、勝手に話を進めるな。トレーニングに休日はね。オルト君って意外と強引かな。こうなると妖精族の人にも調査に参加してほしいな。監督生さん、妖精族の知り合いはいる？So there is one that comes to mind, yes. Shit.解析学の選択授業で同じクラスのやつだ。ディアソムニアの。Taking chapter 12, which is called Accepting Fate. So let's make a quick note of that for our thing. Chapter 12, Accepting Fate. Let's do it.セベキアズ、might not be the best idea to raise a volume. 落ち着けセベク。食事の席だぞ。マレウスも言う通りじゃ。それに、もう決めたことよ。そんな。信じられません。リリア様が魔力を失い、この学園を。ご退学なさるなど。そう大げさに騒ぐでない。年々わしの魔力は弱まっていた。それこそお主らが生まれる前から徐々に。じゃ、
時が来た。それだけのことよ。では、今朝魔法を使わずに走ってこられたのも。さよう。情けない話じゃが、もう魔法を使って移動することもかなわぬ。そんな。わしも在学中の4年くらいは持つだろうと思っておった。予想より少しばかり早かったな。これからどうするんだ。東方にある赤龍の国へ移住するつもりじゃ。え？そんな、赤龍の国なんてこの星の裏側じゃありませんか。何古代人みたいなこと言っとる。確かにわしがカノ国を訪れた頃は飛行機か船でしか渡航手段はなかったが、今は飛行機に乗ってビューンで到着じゃわい。もともとこの学園を卒業したとしても、わしは茨の谷には戻らないつもりでいた。なぜです。茨の谷は親父。しかも谷にとってリリア様はなくてはならないお方です。だからじゃよ。老後は鶏の世話でもしながらのんびり暮らそうと思っていたが、なんせしがらみが多くてな。茨の谷にいると何かと理由をつけてわしを働かせようとする奴らが多い。特に現女王のマレフィシア様は人遣いが荒いからの。おばあ様にはリリアを頼らないよう僕から進言しよう。だから。よいよい、冗談じゃ。昔一度だけ赤龍の国を訪れた時、わしはある重要な使命を帯びていた。食事や観光をのんびり楽しむ時間もなくての。それ、理由はそれだけ。ただのジジイのわがままじゃよ。そう深刻そうな顔をするでない。俺やセベクは赤龍の国を訪ねることも難しくないでしょう。ですが、マレウス様は。やめろシルバ。リリアがそう決めたなら僕たちに止める権利はない。で、ありがとうマレウス。Respect to the boys right there. Chapter 13. An impending date. Good note. Date. Perfect. Chapter the 13th. いつ立つつもりなんだ。学園長に退学届はすでに出してある。寮にある荷物をまとめて1週間後には。そんなにすぐですか。ジジイはせっかちなんじゃ。なんせ時間が残り少ないからの。時間が残り少ない。あの親父殿、茨の谷の家はと、もともと森の中に放置されていた空き家を手入れして使っていただけじゃ。荷物はすべて持ち出しておるし、お主が使わぬのならクチルに任せてよい。ナイス。ました。卒業まで考えておきます。さて、わしは旅立ちに向けて荷造りを始めねばならぬ。断捨離をして目指せミニマリストじゃな。シルバー、セベク、片付けを手伝ってくれるか。はい。では早速じゃが、この昼休みから始めようぞ。リリア。ん？もう一度だけ聞かせてくれ。考え直すつもりはないんだな。もう決めたことじゃ。いや、決まったことというのが正しいな。たとえわしの気が変わったとしても、時の定めは変えられぬ。ならば潔く笑って手を振ろうではないか。定めは変えられない。そうじゃ。お主にとて変えられないものはある。例えば、次の授業は
コロシアムで D 組と E 組で防衛魔法の合同授業、これも一つの定めじゃ。良いな、遅れるでないぞ。で、あのロサルミズクライター分かっている。見て、次の授業本校舎じゃなくて魔法薬学室なのに。僕の次は体力育成だから、一度寮に戻ってギアチェンジしなきゃ。日記更新調査についてはまた放課後に話そう。でも、ポナです。Oh no, it's beginning. Do you think someone... No, I suppose it's... Only the people with the curse would be immune to it, so I guess that makes sense. Like, no, Ortho and Edia. Chapter 14 being called Dorm Cleaning, let's do it! It's all stories, no battle so far, so that's fine. Yugakuru toki ni zettai ni stereranai mono dake o kensen shite motte kita tsumori datta ga gakuen ni kite kara mo mono ga fuete oru kara no. Zenbu tsumeta ra danboru ga ikutsu ni naru yara. Omoi kitte danshari o shite migaru ni naraneba.まずはあまり着ていない服を処分するとしよう。セベク、すまんが季節ごとに分けてベッドに並べてくれるか。はっ。では俺はチェスト周辺。お、頼んだ。わしは本と楽器を片付けよう。楽器は修正の趣味として続けたいが、どれもかさばるのが難点なんじゃよな。さて、まずは一番下の引き出しから始めよう。小銭とテスト用紙が同じ場所に入っている。1年 C 組リディア・バンルって2年前のテストじゃないか。なんだ、奥に何か突っかかって、よく見ればキーがいくつかなくなっている。どんな使い方をしたらこんな壊れ方をするんだ。これは期限が切れたコーヒーショップの。こっちは中身が固まったネイルポリッシュ。これらは親父殿に尋ねるまでもなく処分して良さそうだな。茨の谷にいた頃から家事が苦手な人なのは分かっていたが、本当に一人で石竜の国に行かせて大丈夫だろうか。やはり俺もついていくべきなのでは。あ、いや、まずは目の前の片付けに集中だ。次の引き出しはお菓子の缶。中に何か入っている。まさか1年生の時に食べ残した菓子か。指輪とどんぐり。どんぐりは随分と古いな。ひび割れているし、虫が這い出した跡もある。逆にこっちの指輪は地金も宝石も曇り一つない。大きな宝石がついてるし、
さぞ高価なものだろう。それを菓子の空き缶に入れるとは。この指輪、どこかで見たこと。オーロラ色の。Hey, Aurora.Chapter 15 is next. Let's see what that one is. A special meaning, okay. Perfect. Starting. どんぐりが入っていたんですが、どんぐりは損傷が激しくて捨ててもいいですか？ならぬ。それは大事なブレスレットなんじゃ。ブレスレット？本当だ。よく見たら糸が通されたこともある。これはわしが過去に賜ったもので一番価値のあるものだ。捨てるなんてとんでもない。マレウスですら羨んだお宝じゃぞ。あのマレウス様が。それは失礼なことを言いました。一緒に入っていた指輪は俺にも高価な品だと分かったんですが。ではこれは看護と引っ越しの荷物に入れておきますね。いや、わしが持っていくのはブレスレットだけにする。指輪は元の持ち主に返すとしよう。元の持ち主？主じゃ、シルバー。俺、yes. その指輪はわしがまだ赤子であったお主を見つけた際に首にかけてあったもの。え？お主が大人になったら渡そうと思っていた。成人には少し早いが、これを機にお主に返そう。まだ状況を飲み込めていないのですが、ありがとうございます。この宝石を見よ、シルバー。お主の瞳と同じ曇り一つないオーロラ色じゃ。この宝石のように我が子の瞳が悲しみに曇ることがないように、そんな切なる祈りをお主の両親はこの指輪に託したに違いない。両親。親父殿。俺は。シルバー、お主はこの指輪を持つにふさわしい立派な青年に育った。これからもこのオーロラの輝きに恥じぬよう生きよう。よいな。はい、ありがとうございます。 I think that's a nice little sentiment to end on personally. I feel pretty okay with it ending there, just because the one after might be even shorter, because I think the missions only go through like chapter 19 or something, so that one might even 17, 18, 19, like four chapters. But yeah, that's a nice little brief allotted time. Anyway, there you go, guys. We did chapters 11 through 15 in order: systematic inquiry, accepting fate, an impending date, dorm cleaning, and a special meaning. And then keep in mind that the celebration and login bonuses for the launch of Book 7 go until the 30th of November, so that's, I believe, this upcoming Wednesday at time of recording, being that it is the 25th of November, so...next Saturday, Thursday, not Wednesday. This upcoming Thursday, November 30th, is when that little content celebration and the experience and time mark bonuses for the lessons end. So keep busting them out.
good luck to you guys if you're pulling for Sebek. Meantime, thank you for joining. Feel free to share the video, like the video, subscribe to the channel, drop a comment where you can on anything Twisted Wonderland related. Honestly, nice little chat is fine with that. I'm good with that. Thanks anyway, you guys. Signing off.